ない戻れない忘れたい夢の中にさして I want to be 見えるよ信じたいが世界どこへ咲くよ You are 信じないわこの未来中でございまして、それの1期目の、主題歌ですね、オフィシャルヒーランディズムさんのミックスナッツという曲を、はい、こちらも大変難しくてひたすら練習しました皆様に楽しんでいただければと思います。では、お聴きください。スパイファミリーオープニングテーマミックスナッツです。袋に詰められたナッツのような世界では誰もがそれぞれであったらねと寄り添い合ってる。そこに紛れ込んだ僕らはみんなみたいに気の振りしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上本当に絵に描いた我の裏テーブルを囲み手を暴らすその時さえありのままではいられないまま隠し事だらけ継ぎはぎだらけの苦悩を噛み砕いてもなくならない本音が歯に挟まったまま不安だらけなりゆき日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも気が持たれていく。だけの皮剥がれた一つのピーナッツみたいに心から一瞬で弾かれてしまう。そんなとっとと曲がりなりでよかったらそばにいる。
場所は気の上か地面の中かそれだけの違い許されないほどにドライなこの世界を優しく雨が湿らせますように時に冷たくて騒がしい窓の向こう行こうも血の一つも見つからない雷に満ちた日があってもいい蜜だらけアドリブ任せましょうまだどうも所詮人だけの日常だから腹の中にでも照らして寝よう隠し事だらけ継ぎはぎだらけのホームユーロをどつきも出来合いも残さずに全部食らいながら普通などない正解などないかいエンダイノーを髪染めまみれの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも身が持たれていくこの一つ神の奇跡を噛み締めていくそれを皆様にもお聞きいただこうと思いまして、童話と、あと、子供が大好きな曲を、4曲、短い尺の伴奏で4曲メドレーでお送りしたいと思います、すいませんあのこの2曲ね本当に歌うと酸欠になるんです息継ぎが分からなくてはい、では、童謡、多分あの聞いたことあるかなっていう曲を、よりすぐりました、最初の1曲目は、線路は続くよどこまでも、はい、で2曲目は雨降り熊の子という、曲でしたちょっとゆっくりめの曲ですねで3曲目は、犬のおまわりさんを1番だけ、はい、そして4曲目はですねあの隣のトトロより、井上あずみさんの散歩を、こちらはですねあの幼稚園のお遊戯会風であの幼稚園児が歌ってみたらこうなるんじゃないかっていうのをちょっとそういう趣向で歌ってみたいと思いますでは、童謡のコーナー4曲メドレーでお聴きくださいI'm not sure.
次の歌が最後となります。はい、ありがとうございます。次はですね、皆様ご存知かと思います、ジブリ作品千と千尋の神隠しより、主題歌、木村由美さんのいつも何度でも、こちらピアノ伴奏のバージョンでの、伴奏を流しながら、歌わせていただきたいと思います。少々お待ちください。手が震えてボタンが押せないっていう、はい、すみません。めちゃめちゃちょっとすみません。はい、ありがとうございます。はい、では、お待たせいたしました、木村由美さんのいつも何度でも歌って終わりにしたいと思います。綾野城でございました。
はですね、1曲目に歌いました「ほむら」という曲を、作曲しました、梶浦由紀さんというプロデューサーの方がですね、プロデュースしましたカラフィナという、女性3人組のボーカル、ミュージシャンがいまして、もう今は解散してしまったんですけれども、そちらのカラフィナさんの曲で、私の相方も大好きな、「胸の行方」という曲がありました。そちらはワンコールに歌っていただきたいと思います。はい、こちらはですね、ちょっと宣伝になってしまうんですけど、私の弟がですね、ジャズピアニストをやっておりまして、岡田智也という、カタカナで岡田智也と検索していただければですね、配信で曲など提供しておりますので、もしご興味あれば聴、いていただければと思います。その弟にですね、ピアノ伴奏の音源を作っていただいて、ちゃんとお仕事として作っていただいて、で、そちらを流しながら歌わせていただこうと思います。はい、では、お聴きください。カラフィナさんの胸の行方です。夜明けはいつも
ありがとうございました。ありがとうございました。